鉄道ビジネスカジュアルへようこそ。今回は新快速誕生の秘話リメイク版をお送りいたします。この動画は2020年7月にアップした新快速誕生の秘話をリメイクしました。リメイクした理由は、私たち AI のナレーションにグレードアップ、内容もすべて刷新しました。新快速は関西の料金不要の快速列車の U であります。関西を代表する列車といっても過言ではありません。その新快速の実際の誕生はいつでしょうか。1970年です。しかしこれは実質の誕生ではありません。1970年の大阪万博の波動輸送のために、横須賀線の113系の車両が応援に来て余った車両を運用するため、新快速が誕生したと言われております。横須賀線からの転入車両7両編成で、京都から西明石間を10時から16時の時間帯に細々と運転していました。これは、ある意味のテストマーケティング的な走行でした。停車駅は、京都大阪三宮明石西明石で1時間ごとの運転で、特急停車駅の新大阪と神戸は通過していました。当時、快速用の113系は湘南色でしたので、横須賀線と総須賀色で見分けがつきました。その後、草津まで区間が延長されています。こんな感じなので、1970年に新快速がデビューした認識をほとんどの関西人は持っておりませんでした。それでは実質の新快速のデビューはいつでしょうか。1972年3月の山陽新幹線岡山延伸開業の時のダイヤ改正からです。大阪駅には大きく看板も出ておりました。多くの関西人は、新快速ブルーライナーのデビューは、このダイヤ改正の1972年デビューと認識しております。また、当時は、国鉄の値上げのペースが激しかったでした。客離れもかなり起こりました。その上、私鉄との競争にもさらされました。この状況から起死回生するため、余剰になった急行の153系を、関西の目玉の料金不要の高速列車に充当する計画が上がりました。この目玉が新快速ブルーライナーなのです。当時の停車駅がすごかったでした。1975年の時刻表を見ると、京都、大阪、三宮、神戸、明石、西明石、西明石止まりの列車のみ、加古川、姫路なのです。新大阪も通過しておりました。地元の利便性を優先したのです。新快速誕生の際、大阪鉄道管理局と東京の本部の間でいろいろと揉めていたそうです。揉めた理由は主に3つ。ネーミング、塗装、走行路線です。ネーミングに関しては、東京本部からは、中央線で使っている特別快速にしなさいとお達しがありました。大阪鉄道管理局は、どうも、この名前が違和感を感じたのか、これからは新時代を担っていく速達快速列車のようなネーミングを望んだそうです。これが、新快速という名前が付けられた理由でした。1970年のことでした。塗装も揉めました。国鉄では、同一系統が同じ塗装と決められておりました。国鉄本部から、急行の従来のかぼちゃ色、湘南色にしなさいとお達しがあったのです。しかし、急行でも準急でもない新快速にふさわしい色を大阪鉄道管理局は選びました。そして、このクリーム色に青のライン色の色を採用しました。名前も新快速ブルーライナーとなりました。また走行路線も揉めました。
札と西明石の間は副北線です。大阪鉄道管理局は国鉄本部に新快速は列車線を走らせてほしいと要望しました。しかしヘボ経営の国鉄本部は却下、貨物列車や優等列車を優先しました。これが民営化前の1986年まで続きました。このため1972年から走っていた新快速ブルーライナーは電車線しか走れませんでした。だから朝の通勤ラッシュや夕方のラッシュは新快速は走っておりませんでした。朝のラッシュ時は201系、103系の観光線普通列車や湘南色の快速列車が走っておりました。1970年代後半に153系の老朽化が目立ちました。また私鉄との争いも激化しました。京阪や阪急は転換クロスシートを導入し快適性を図りました。新快速の153系はボックスシートの2つの扉、デッキ付き、トイレも汚く垂れ流し式でした。そこで国鉄が投入したのが117系、新快速シティライナーだったのです。吊り革なし、ゆったりとした座席、落ち着いた車内配色、特急列車並みの走行性能など破格のコンセプトを持って登場させました。兄弟的存在の185系は、有料で、アコモもほぼ同じでした。また、1979年から1986年までに、名古屋鉄道管理局にて、117系を含めた216両が生産されました。117系は好評を博し、私鉄との互角の勝負をしておりました。しかし、ラッシュ時には走行できない電車線のみの走行制限は残っておりました。1985年3月に、ようやく新快速は新大阪に停車するようになりました。そして、1986年10月の国鉄最後のダイヤ改正で、新快速は待望の列車線への走行が許されたのです。JR になってから、新快速の快進撃は始まります。1987年の JR 民営化後は、117系での運転が継続していましたが、ラッシュ時の乗客の乗り降りに、通ドア車が、原因で遅延が目立つようになりました。そして、JR 西日本は、1989年221系を投入します。製造担当は、近畿車両で、近鉄の5200系が参考になったようです。最高スピード 120km の運転、高槻と芦江も停車駅に加わりました。1995年の阪神大震災が起こって私鉄に乗っていた乗客は新快速の速さに気づき、 JR はかなりの乗客を奪いました。1997年に JR 東西線が開通し、尼崎も新快速が停車するようになりました。2019年3月から223系線番台編成の一部、4両編成の姫路より1両に有料座席の A シートが設置され、着席サービス、どこまで着席しても500円を設定しました。こうして新快速は全国快速列車の最高峰に上り詰めたのです。